はようございます。2022年5月21日土曜日の朝です。今日の体重は 64.20 でした。体脂肪率は 35.9% です。おはよう、アビラ町。今日の天気は今ちょっと雲かかってるように見えますけれども、めっちゃ晴れです。風もそよそよ感じますし、ぬるい風なので気持ちいい感じがします。そしてタンポポもですね、どんどん綿毛ポワポワになってきてますね。可愛いですね。で、今日なんですけど、体重がですね、体脂肪率だ。体脂肪率が突然減りましたけども、ちょっとあれはおかしすぎるなって私は思ってます。疑ってます。そんなはずないと思ってます。なので多分体重計ちょっと再起動しなきゃダメかもしれないですね。なので今日はまあよしとして、明日再起動してちゃんと測ろうかなって思います。今日の朝ごはんです。今日はちゃちゃとご飯にしました。こちらお茶漬けの方はご飯が白米、玄米、もち麦、もちきび、きぬわ、黒米、あずきご飯、それとゆで卵、いつもの酢に豆乳を入れて飲むヨーグルトっぽくしているのを食べます。今日は実家の両親が遊びに来るので朝からたくさんいろいろお料理を作っております。今日の昼ご飯です。今日はもうちゃちゃっとご飯。こちらは冷凍餃子セブンイレブンのやつ。サラダは水菜ときゅうりとトマト。餃子少しで食べます。それとこちら冷凍ピラフ。手抜きご飯で食べます。両親がですね、来てくれたので、これからですね、ちょっとアビラ町内をですねうろうろして楽しんでこようかと思います。行ってきます。まずは隣町厚真町にあります私のお気に入りのパン屋さん、こちに来ました。ここでパンを買っていこうと思います。中は撮影が禁止なので一旦ここで止めます。たくさんパン買いました。別のところに向かいます。続いてはミルクプラントに来ました。ミルクプラントといえばゆめちゃんですね。今餌をあげてます。ゆめちゃん前髪切ったね。あ、結構いい、なんか飛んできたね。そんなにパクパク。今日はジェラート食べちゃいます。蜂蜜といちごです。食べます。はい、こちらがコタロウくんですね。かわいいね、コタロウもね、おいしいね、よかったね。コット、また来るね。じゃあね、バイバイ、またね。菜の花畑に来てみました。アビラデゴイチステーション着いた。着いた。工事してるけどオープン。コーヒー飲みます。クッキーいろいろ分け合って食べます。あ、美味しいコーヒーが飲めました。帰ります。今4時半です。これからですね、ちょっと歩いて3分のところにあるぬくもりの湯に温泉入りに行っていきたいと思います。ぬくもりの湯着いた。入ります。入ってきましたよ。すごい気持ちいい湯でした。帰ります。今日の夜ご飯です。今日はパーティー。こちらは昨日魚飯で注文してきたお刺身盛り合わせ。こちらは私が作ったカニカマの押し寿司。こちらは長沼温泉源泉豆腐。こちらはアスパラとオクラのめんつゆ漬け。そして煮物、ヤーコン、きゅうり、カブのぬか漬け食べます。はい、ということで今日も一日が終わりました。今日はですね、うちの両親が遊びに来てくれたのでですね、朝からお料理したり掃除したりバタ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 すごいしてましたけれども、
うん、無事にですね、お昼に到着しまして、その後、アビラ町いろいろ巡りまして、テニスで作ったご飯を美味しくいただきまして、今日は終了っていう感じになりましたので、まあ、全体的に考えるともう全然ダイエットがどうとかっていう一日にはならなかったんですけれども、楽しく過ごしております。今日は一泊してですね、明日帰る予定となっております。はい、そんな感じの一日だったんですけれども、昨日のですね、1周年記念の動画を出させていただきまして、本当にたくさんのコメントありがとうございます。おめでとうのですねコメントがですねすごくたくさんいただきまして、本当に嬉しいです。ありがとうございます。本当ですね、もう皆さんがそうやって楽しく見てますよとかなんか言っていただけるとですね、もうやった甲斐があってよかったなって本当に思ったりしてます。本当に楽しいですよね。本当嬉しいですし、もう本当にこのエリコロのダイエット日記っていうチャンネル自体をですね、みんなで共有して作ってるっていう感じが本当にわかりました。これからもですね、皆さんのコメントですとかグッドボタンですとか見ていただいてるって思うだけでもですね、励みにさせていただきまして、頑張っていきたいなって思ってます。はい、そんな感じで今日はちょっとですね、バタついているっていうのもありますので、お話の方はこれくらいにさせていただこうかと思います。ではまた明日お会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。では明日またねー。